J リーグが公式戦の再開を当面延期しているため、愛媛 FC も現在チーム全体での活動を休止しています。外出の自粛が求められる中、愛媛 FC が始めたサポーター参加型の取り組みが愛媛 FC オンライントレーニングです。トップチームのトレーニングだとか、トップチームの、コーチングスタッフでミーティングにズームをやってたんですけど、なるほどなるほど。でそれでちょっと手応えというか、大勢の人を一気に集めて、一緒に汗を流そうって。津川フィジカルコーチが講師となり、自宅で簡単にできるストレッチや体幹トレーニングをオンラインで指導します。よろしくお願いします。今日は藤本義樹選手と森谷健太郎選手がサプライズで登場。盛り上がるサポーターと一緒にトレーニングに取り組みました。まずはこちらのストレッチ。じゃあ手前につきましょう。で足後ろ、こういう感じですね。で右手の横に足が来るように、パッと手の横ですね、手の横に足が来るように。横まで。ユニークな腹筋運動も紹介。足上げます。できたら胸張りましょう。ここキープしながら右側に自分の体重をかけてください。次左にかけ替えましょう。でストップ。参加した44人のサポーターも外出できずストレスが溜まっていた様子ですが、オンライントレーニングで爽やかな汗を流していました。今僕たちは自粛生活を余儀なくされていて、グラウンドでサッカーできないという状況の中で、いつも応援してくれているファンサポーターの方々もすごいストレスというか欲求があると思うので、こういう機会を開催できたことをまずとても嬉しく思います。J リーグが公式戦の再開を当面延期しているため、愛媛 FC も現在チーム全体での活動を休止しています。外出の自粛が求められる中、愛媛 FC が始めたサポーター参加型の取り組みが愛媛 FC オンライントレーニングです。トップチームのトレーニングだとか、トップチームの、コーチングスタッフでミーティングにズームをやってたんですけど、なるほどなるほど。でそれでちょっと手応えというか、大勢の人を一気に集めて、一緒に汗を流そうって。津川フィジカルコーチが講師となり、自宅で簡単にできるストレッチや体幹トレーニングをオンラインで指導します。よろしくお願いします。今日は藤本義樹選手と森谷健太郎選手がサプライズで登場。盛り上がるサポーターと一緒にトレーニングに取り組みました。まずはこちらのストレッチ。じゃあ手前につきましょう。で足後ろ、こういう感じですね。で右手の横に足が来るように、パッと手の横ですね、手の横に足が来るように。横まで。ユニークな腹筋運動も紹介。足上げます。できたら胸張りましょう。ここキープしながら右側に自分の体重をかけてください。次左にかけ替えましょう。でストップ。
参加した44人のサポーターも外出できずストレスが溜まっていた様子ですが、オンライントレーニングで爽やかな汗を流していました。今僕たちは自粛生活を余儀なくされていて、グラウンドでサッカーできないという状況の中で、いつも応援してくれているファンサポーターの方々もすごいストレスというか欲求があると思うので、まあ、こういう機会を開催できたことをまずとても嬉しく思います。